宅建試験、これだけは絶対覚えておこう。居住用財産の譲渡取得の特別控除の要件、次の5つの全ての要件を満たす必要がある。1つ目、現に自己が所有する家屋やその敷地を売却すること、もしくは居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売却すること。2つ目、飼い主が配偶者や直系血族、内縁関係者でないこと。3つ目、売却した年の前年および前前年に本件特例、つまり3000万円の特別控除、または買い替え特例、さらに買い替えによる譲渡損失の損益通算と繰越控除の特例を受けていないこと。4つ目、売った家屋や敷地について収容などの場合の5000万円の特別控除を受けていないこと。5つ目、譲渡した年について住宅ローン控除の適用を受けていないこと。これら5つ全て満たす必要があります。